眼科医の平松です。今日は網膜静脈閉塞症または網膜静脈分子閉塞症による黄斑浮腫、物を見る中心のむくみについてお話ししようと思います。網膜静脈閉塞症というのは目の奥にある網膜という、血管が詰まる、詰まるだけだったらその流れが悪くなりますよね。その後にパッと流れてドバッと出血してしまう、こんな感じの病気になります。なので出血するんですよ、血管が詰まってるのに。ちょっと分かりにくいですよね。そしてそれによってむくみが起きてくることが多いです。物を見る中心がむくんでしまって、その場合は飲み薬の治療だったり、レーザー治療だったり注射の治療をすることが多いです。とりわけ注射の治療が一般的になっているかと思います。じゃあ注射、飲み薬、レーザー、これらの治療をすれば元通りになるか、これは残念ながらなりません。一回出血して悪くなった目というのは元通りにはならなくて、少しでも元に近い状態を作るのが目標となります。注射であれば複数回注射をすることもあります。1回2回で収まっちゃう人もいますし、それこそ何十回注射してもまたむくんできて、すごい苦労する方もいます。それはあなた自身の血管が強いか流れがいいか、そこら辺によって決まってきます。また注射のやり方を大きく分けて、ある程度打って悪くなったら注射ってやり方や、だんだん間を空けていくとか、定期的に打つとか、やり方があるので、そこは主治医が主に相談しながら決めるかと思います。どうしても費用がしてしまう治療なので、なかなかね、それが辛いっていう場合は、そこも主治医と相談して、治療方針の検討をしていただければと思います。